はい、それではちょっとね、今回は筆の手入れという形でやっていきたいと思います。まあこんな感じでもう先がだいぶ開いてしまったりね、まあ万歳しているものもあります。そしたらこれらをね、まずちょっとやっていきたいと思います。まずはこちらのブラシエイドですね。これで、まあ塗料、余分な塗料がもしついているようであれば洗って、こちらのね、まあ、水ですすいで、いきたいと思います。まあ、これお気に入りの熊の筆なんですけれども、ね、ボロボロですね。でちょっとさすがにこれも固まりすぎちゃってるんで、一回、通常の溶剤ですね、これでちょっとつけておきましょう。じゃあそれの間に他のをねやっていきたいと思います。この辺も、まあ、これらはそんなに塗料ついてないんで大丈夫だと思うんですけどね。念のためこんな感じでブラシエイドでやった後に、水で、まあ、軽くすすいでちょっとこれで切っておきましょう。こんな感じでちょっとね、全体的に、まあ、以前はこのねブラシエイドがあの、まあ、筆の手入れの、まあ、ケアも兼ねたあのアイテムの一つだったんですけれどもね、リンス効果っぽいのはあるんですけれども、それでもやっぱ毛先がねこう広がるのを防ぐというわけにいかなかったんで、まあ、ちょっとどうなるかなという形。もうこの辺の手、これあれですね、筆がもうかなり先端ボロボロですね。本当これあの気に入ってるんですが、アイフィニッシャーですね。これはまあ新しいのもありますけれども、一応念のためこうあんまり下へ こすらずに先端で泳がすような形で、それでちょっと水ですすいでみましょう。まあ、がっつり塗料がついてればあのもうちょっとブラシエイドの方にね、つけて固着した塗料がねこうボロボロと剥がれ落ちてから、水ですすいでという形でやってもらえればなと思いますけれどもね。さあもうこの辺なんでもうボサボサですね、これね、ボサボサ。まあ、決してねあの高い筆でもないですけど安くもないんでね、それがちょっと使って、まあ、僕の手入れが悪いってこともあるんですけどね、こう悲しい結果になっちゃってるんでね。これは安い筆ですけども、これもうこの超ボサボサ、何が起きたのというぐらいボサボサですね。完全にこれ毛先があのもうあっちゃこっちゃいってますんでね、困ったもんです。この辺もそうですね。熊の筆も最後にこれちょっと今溶剤につけてあったのをさらにこうコンディショナーじゃなくてブラシエイドでちょっとやってみて、最後すすいでという感じですね。はい、ちょっとこれね今かなり簡易にやってますけれどもね。そしてじゃあ今回試すのがこちらですね。タミヤさんから先日も発売された、筆用のコンディショナーという形です。まあ、リンス効果と、まあ、糊が入ってるんでね、保管時の型崩れを防ぎますよという形になってますのでね、せっかくなんでこれちょっと試してみたいと思って、今やっております。どう、これジョボンとつければいいだけなんだろう。
乾かしマティスって書いてありますね。これ乾かないとダメなの？乾かないとダメなのかな？乾かないとという不穏なことが書いてありますけど、乾かないとダメなんでしょうか？薄まっちゃうかな。カズシさんが、こんにちはという形でね、はい、こんにちは。さて、じゃあ、まあ、半乾き、今ね、こうやって一生懸命水分取ってますけど、半乾きですけどね、完全に乾いてないけど、ちょっとやってみたいと思います。うん。お、開いた。で、これを筆につけて、で、あとはこう、ね、拭き取りつつ形を整えてくださいって書いてあるんで、整えていきましょうか。はい、じゃあちょっとこの筆スタンドにね、立てかけて、どうなるかちょっと様子見たいと思います。他のね、この本開いちゃったのとかもね、少しでもこう何か回復するのかしないのか、この糊の力とリンスの力を、信じてちょっとやってみたいと思いますけどね。こう整えて、干すと。これなんかもね、もうボソボソになってるんで、少しつけてなじませてって書いてあったな。なじむ前に拭き取っちゃダメだよな。この辺はじゃあちょっとなじませてからちょっと形を整えてみましょう。高いね、アイフィニッシャーとかもちょっとなじませて。余分は少しこう拭き取ってですね。まあ、なじませてってどれぐらいかちょっと分かんないですけどね。何分とかって目安があるわけじゃないんでね。ちょっと気まぐれにやってみましょう。ドボンとつけて、ドボンとつけて。ちょっと垂れそうな余分なのだけ拭き取って。ね、ドボンとつけて。垂れそうなところだけ拭き取って、よし、こんな感じでいいのかな。ちょっとね、初めてなんで分かりませんけれどもね。一応書いてあることをもう一回言うと、日頃のメンテナンスとして使用することで穂先を最適な状態に保ちますと。まあ、長期間保管するときはもちろんでも書いてますけど、リンス成分により穂先の毛羽立ちを防ぎ、糊成分が穂先を固めて保管時の型崩れを防止しますと。で、使用方法は、筆についた塗料を専用溶剤で洗って乾かしますと。コンディショナーを筆につけてなじませた後、布などで、十分拭き取り、形を整えて保管しますと。十分拭き取らないと糊が多く残り、使用するときに揉みほぐしにくくなりますと。糊がね、残っている場合はアクリル溶剤は、水で洗ってからご使用くださいという形ですね。で、成分がリンス、液体糊、水と、非常に曖昧な書き方をしてますけれどもね。はい、じゃあ今ね、言ったようにあんまり糊が残りすぎてもいけないようなんでね、こう拭き取るというか、こうしごくような感じで形を整えつつ、糊をね、除去してピッとやりたいと思いますけど、これまだね、おろして1回使っただけの普通のタミヤの筆ですけれども、ちょっとこれはいい感じに整ったかなと思いますんでね。これさっきこれ結構万歳してた筆ですけど、これもこっちとしごくようにキュッキュッとこう形を整えながら、糊成分をね、変なバタちゃった。こういう感じで
先端を整えるのはなかなか大変ですね。なんか整える技があればいいんですけど。でこの辺の今ね、もうこれも完全にバンザイしてますけれども、これもちょっとじゃあ拭き取ってみまして、こう形を整えてみましょうか。まず糊がつきすぎると良くないっていうんでね、ある程度こうしごき取るような感じですけれども、それも優しく優しくやっていけばいいのかな。ちょっとこの辺はね、慣れというか、ちょっとやってみて今後の、経験値の蓄積が必要かなと思いますけれども、こんな感じですね。じゃこの辺も同様に、もうこれ完全にね、これもあの細いの万歳してますけれども、これもこうちょっと整えて、ちょっと完全に曲がってるのは治らないかな。完全にちょっとボロボロだすぎたんでね、ちょっと難しいかもしれませんけど、それでも少しでも復活してくれればいいなと。で、熊のお気に入りの熊の筆ですね。で、こう結構最近お気に入りのこのアイフィニッシャーもこうちょっとしごくようにきれいにして、ピンとね、こう先を鋭利にした状態で、このままちょっとこうかけて、立てかけておきたいと思います。あとこの辺も同様に、まあ、この辺はもうだいぶボロボロになった筆がね、復活すればラッキー程度の今はお試しなんでね。あ、でもなんかいけそうな気がする。最初よりだいぶいいような気がする。よし。これもね、ボッサボサになってましたんでね。いくばくかでもこれが復帰できれば面白いなぁと。ちょっと毛があっちゃこっちゃしてるのは治らなさそうだなぁ。ちょっともう一回これコンディショナー突っ込みましょう。これも筆。これもね。だいぶ先端がもう帽子状に割れちゃってますけれども、まあ、ちょっとこうやって割れすぎたのはあえて少したっぷりめにつけてちょっと置いとくとどうなるかという実験もねしてみましょうかね。はい、じゃあこのたっぷりめのやつ、このねもう先端がもうバンザイしてたのはちょっとたっぷりめにコンディショナーをつけて、まあ、あんまり拭き取らないようにしてこうピンとね伸びるかどうかちょっと試してみたいと思います。よいしょ。これも同様ですね、こうだいぶ広がっちゃってるんで、この先端穂先につけて、ちょっと少し形をこう整えますけど、まあ拭き取る量はちょっと少なめにしてまとまりが出やすいことを優先してちょっとやってみましょうかね。でもかなり曲がっちゃってるんでこれは無理かな。よいしょ。はい、というわけでこんな感じで、おっとっと、こんな感じで、ちょっと様子を見てみたいと思います。さあ、あとはこれ乾燥して、糊成分がね乾いた時にどういう感じで働くか、見てみたいと思います。はい、というわけでちょっとね、筆一晩経ったのでちょっと様子を見てみましょうかね。まあ、これがね、乾いた状態でやったものになりますけれども、どうかな、ちょっとアップにしてみましょうか。まあ、この辺は比較的まとまったかなと思いますけどね、あのガチガチに固まるっていう感じではないですね。これ開いてたのはやっぱりちょっと完全には戻らないですね。この辺もそんなに、この辺もそんなにこうガチッと戻ったという感じではないですね。まあ、この辺りはまあわりかしちょっと整ったかなと。で、戻ってほしかったこの筆ですけど、
最初よりはね良くなってますけれども、ちょっと、まあ思ったようにはいかなかったかな。はい、じゃあね、洗った方を見てみましょう。こちらですね。はい、熊野筆ではいい感じ、アイフィニッシャーも、どこだこの辺かな。アイフィニッシャーも悪くないですね。その他、まあ、もともと傷んでた筆たちは、まあね、やっぱ仕方ないかな。この辺なんかもそうですけれども、ちょっと、まあ、言うほどは戻らなかったかなと。それ以外の筆をちょっと見てみると、まあ、比較的新しいこの2本は、わりかしやっぱり整った感じですね。これもまあまあ、まあまあかなと。この辺りも、まあなんとか、この辺はこんな感じで固まっているという形ですね。はい。なんでまあ、さすがにね、ちょっと使い古した筆が再生というまではいかないようですけれども、それでもこうやってまあ整うという感じではありますのでね、効果はあるんじゃないかなと、こちらの、まあ、筆用コンディショナーという形ですね。はい。まあ、今回のレビューはまあこんな感じという形で、まあ、結論を言うと、新しく買ってきた筆はもう常にこれを使えば多分持ちは良くなります。で、さすがに、まあダメになった筆をこう、蘇らせるほどの力はないという感じですね。はい。というわけで、まあ、お粗末様でしたという形で、また、次回よろしくお願いいたします。